それではですね、次はですね、まあ、フューチャーイッシューって言ってますが、まあ、あの現状の問題点を、まあ、竹村先生のパネルで、ディスカッションしていただきましたので、私の次のパネルではですね、そういう問題を踏まえて今後ですね、どういうふうにこのオープンコースウェアを進めていくんだと、その時にどのような問題があってどういうことを考えていかなきゃいけないかっていうようなものをのスタンスからですね、ディスカッションしたいと思います。それでそもそも我々はオープンコースウェアプロジェクトどこへ行くんだという問題がありましてですね、何を目指してんだっていう話、あの MIT からですね、実はこういうすごく理想的なこういうことを人類の知の蓄積だというような話がありますが、それはまさに概念レベルとしてはそれで OK なんですが、やはり実際インプリをして実際にプロジェクトを動かしていこうとするとですね、ショートタームの目標を立ててやっていかないとなかなかやっていけないという話があります。で、そういうことからですね、そういう意味ではどういうふうに持っていけばこれずっと続けていけるんだろうというようなことを考えないといけないということです。それとですね、まあ、京都大学でいろいろやってますとですね、ライセンシングなんていうことで、MIT さんのおっしゃるようにですね、本当にモディファイディストリビュートまでユーザーが何してもいいよっていうような形で教材を上げることの困難さっていうのをすごくこう感じておりまして、そのあたりですね、無理にそういうことを守って続けていこうとすると続けられないかもしれないという不安がありましてですね、そういうスタンスでもちょっと議論をさせていただきたいと思います。それとやはりこういうプロジェクトですので、エバリエーションというのは必ず入るようになると思いますので、そのエバリエーションというのはどんな基準を我々はやってる方は言うんだというようなことをですね、議論できたらいいかなと思います。それで、まずですね、サステイナビリティですが、まあそのコストはそもそもこうロングタームで考えたときにですね、このようなアクティビティのコストっていうのは一体誰が払うのというのをちょっと考えないといけない。で、先ほど竹村先生のパネルでありましたように、あの MIT さんの方を見せていただきますと、コントリビューターがいて、まあ、財団があってっていう形でやっていけるわけですが、日本の場合ちょっとそういうメカニズムがまだ成熟していないという状況です。で、そんな中で誰がコストを払ってこれを続けていくんだろうというのが一つです。で、もう一つはその続けるためのシステムをどう作るんだと、大学の中でどう作るんだっていう話で、多分あの皆さんプロジェクトベースでですね、やっておられると思うんですが、そういうあたりですね、つまりコストの問題とどういうふうに続けていくんだというようなことに関してですね、それぞれの大学がですね、どういうふうに考えておられるかというこういう視点から、まず、今やっておられる大学の先生方にご意見を伺いたいと思います。あの今入ったばかりのですね、九州大学さんからお願いしていいですか、やりにくいですか井上先生よろしくお願いします。九州大学の井上と言います。実はあの九州大学のサイトは昨日の夜オープンしたばかりで全くの新参者でございます。でですね、まずあの他の大学さんがもうあの1年間あのいろいろ活動されている中で、先ほどあのプロジェクトベースであのされているってお話がありましたが、実を言いますと九州大学はあの学内でこの OCW のために何らかの予算化がされているかというと実はそうでございませんで、あのその学内の OCW スタッフの、まあ、ボランタリーではないんですけども、その、まあ、そういうあの学内の資金がない状態でやってます。であのその中で今後その一つはその、学内であの予算措置をするということもあの目標にやって、もちろん学内のプロジェクトでやってるわけですけども、学内のプロジェクトでやるからその多額の経費がつくかというとそういうわけではありませんので、それをその大学のプロジェクトとしてやっていくためにはその OCW の、意義自体をあの明確にしていくというふうにしていく必要があると考えています。で、あの一つはその多分どこがコストを払うかという話になりますと、その OCW の、その、目的
が各大学さんによって異なると思いますので、それによって違ってくるのではないかと思います。だから一つはその我々のところでは一つの目的としてはその、教育改革ということを掲げておりまして、その、まあ、例えばその、教育の情報化とかその教育の質の向上ということがあります。でそのためにはその大学自体の教育改革ですので、その大学の中でコストを支払うべきではないかなと考えています。ただしそのコスト資金というのがその、潤沢にあるので、なるべくコストをかけないで、コンテンツを作るような仕組み作り、つまりその、その大学として全体としてその教育の質を向上する、そのためには、ここの教員が、電子化する、コンテンツを作成する、でそれを、サポートするような仕組み作り、だからコンテンツのものとかコンテンツの著作権とかの処理に、そのコストをかけるんではなくて、その教育コンテンツ自体を作成するための環境づくりというのを目指していきたいなと考えています。サステナビリティ、具体的にそこのファイナンスの問題というのを、まず切実に感じることが一番早いのはおそらく私学だろうという、こちらで今、ちょうど先ほどは国立大学さんが多かったんですが、早稲田さんとうちが今私学として出てます。で、プロジェクトとしてスタートしたって、これは我々もその、位置づけでプロジェクトとしてスタートしてるわけですが、継続的にガバッと、なんかそのトップダウンでお金が降りてきて、でこれでとりあえずやってみろよって構造にないんですね、もともと。少し最初の枠組みがたまたまあって、それをうまく使おうかっていう工夫の中でスタートしているので、たちまち、もちろんたちまちショートする状態っていうのが来てしまう。でそれに対してどうやってそれをクリアしていくんだっていうのは、現在目下実は私自身も悩んでる問題の最大の問題の一つというよりは、それが一番大きい問題ではあるんですけど、やはり実際にこう最初に立ち上げている中で、具体的にやってみると教員の意識改革にしっかりつながっているとか、教員が積極的にいろいろポジティブな影響を言ってくれる、こういうものをどうやって広げていくか、トップダウンがなかなか効かないので、やっぱり、学内に対してどうやって理解者を増やしていくかっていうアプローチをしなきゃいけない。それから当然、じゃあ全部のコストを大学で持つのか、これは絶対できない話ですので、何がしかうまい、コラボレーションで、やれる仕掛けがどうしても必要だっていうふうに、思っています。それで、これが一過性のものでそれで終わってしまうんであれば、大学が何て言いますかね、パイロットシステムとしてやりました、はい以上なんですけど、やはり今のオープンリソース、オープンエデュケーショナルリソースの話も含めた流れとして、やはり知識の時代に向かって、総論としてはですね、きちっとした、教育コンテンツが使える社会基盤、教育社会基盤として位置づけられる、可能性が高くなってきているっていうか、そういうふうにならなければいけない。とすると、それを、負担するのは、当然それを直接提供している大学はもちろん負担しなきゃいけませんが、その社会を、というかその社会基盤から恩恵を受ける、人たちにうまい応分の負担の方法ができることが望ましい、もうちょっと具体的に言えば、産、学の連携がですね、官については、ちょっと日本の官の状態、山ほど借金抱えて早くに三位一体とか言ってどんどん落としている状況にありますから、官頼りっていうのは本来これからの姿としてはあるべき姿では多分ないんだろうということを考えると、どうやって、産学で、しかもその特定 の, 先ほどの話もありましたけど、成功企業がよし分かったと、じゃあちょっとこの50億使いやというような構造に日本はないということを含めて言うならば、もうちょっとその総合的なうまい産学の連携の仕方を作っていく必要があるのかな。で と同時に大学のこのオープンコースウェアを展開している立場としては、まさに先ほどから同じような問題意識を同じように大学がそれぞれ持ってきているということを考えるならば、例えばシステム化であるとか問題の共有、いろんなアプローチについてであるとか、今日もお話をしている通りコンソーシアムに
位置づけを変えていきますという話もしておりますが、その中で具体的に本当にシステム、ノウハウ、ちゃんと共有して共有することによってストベネフィットをそれぞれの大学が受けるようなアプローチをしつつ、そうは言っても発生する各大学のコストについては、大学の中でのうまい負担の方法を理解者を増やすと同時に外の、コラボレーションをですね、まとめていくと、こういう構造を作っていくしかないのかなというふうに感じております。ちょっと長くなりましたが、私の意見でございます。ありがとうございます。それじゃあマーク先生、財政的な面に関して、特に私立大学は厳しいというご意見がありましたが、実質的にはですね、旧国立大学、2年前に法人化して以来、原理的にはですね、国公私立の区別なくほぼこう同じ土俵に立たされるようになってきたと、そういう観点から申しますと、非常に国立大学としても状況は厳しいとですね。で、かつて99ありました国立大学、約100あった国立大学が全体に支給される運営交付金は毎年 1% ずつ減らしていくということですと、国立大学を毎年一つ潰していくということですから、その どこでに資金源を見つけるかというのは、非常に苦しいところで、オープンコースウェイへ参加するということもですね、私ども東京工業大学でも、まずその出発点としては、MIT がその実力によって自由にできる予算のですね、ほぼ 1% あるいは 1% 未満の予算で、MIT のオープンコースウェア的な同じようなことをどの程度実現できるかと、非常にそういうところから出発せざるを得ないということがございました。それで一つはですね、東工大の場合には、そういう予算的に非常に厳しい状況にある中で似たようなことを、追求するには、結局、コンテンツを提供なさる、先生方、提供してくれる先生方自身に、ウェブ上にコンテンツを打ち上げる作業までお願いせざるを得ない。でそのために、東工大としては、先生方あるいは研究室単位で、ある程度、習慣的に慣れていらっしゃる、予算処理とか物品購入システムですか、それから論文等の研究者情報の入力システムでありますとか、そういうシステムにある程度直感的に処理できるというか、それに似たようなパターンでコンテンツをウェブ上に載せるシステムを構築したというのが一つございます。それでも大変といえば大変ですけれども、そこにかかる人件費はかからないようにすると。それから先ほど MIT の宮川茂先生に大変ご尽力をいただいたという話を申し上げましたが、そうせざるを得なかったというか、無理にもそういうことをお願いした背景は過去の経験則から申しまして、何かプロジェクトを考えてですね、全学的に普及させたいということを試みました場合に、ボトムアップだけで持ち上げていって、それを最終的に上層部が受け入れるにしても、そのままですと、じゃあその A 先生 B 先生あなたにお任せしますよということで、2、3年経つといつの間にか休眠状態ということで、どっか宇宙の彼方に運算無償してしまうと、そういうことが何回かございました。それで形の上ではですね、あくまでも執行部が学長及び副学長から構成される役員会が、学長の意思決定によって、こういうことを全学的に行うんだという形を取ることが必要と考えました。それで、先ほどちょっと申し上げたようなプロセスを取って意思決定をして、
き出したということがございます。それから、まあ、そのことによって当初に、まあ、1、2年もしくは2、3年間だけは、最小限の予算は、大学の学長裁量経費の中から充当していただくと、そういうことが可能となりました。しかしそれ以降の2、まあ、3年目4年目以降は、その保証がございません。その時にはもう現在の学長、次の学長に交代しておりますし、次期学長にどのような方が就任されるにしてもですね、その新しい学長が2年後にじゃあその方針をそのまま継承しますとおっしゃってくださる保証はどこにもないので、今後のことを考えると非常に状況は厳しいですね。でやはり他の先生方、他の大学からのご指摘もありましたように、オープンコースウェアをオープンコースウェアだけのこととして遂行していこうと、継続していこうとしても、多分その予算面あるいはその全額的なバックアップ体制等の観点から多分自滅してしまうだろうと思います。それで結局はですね、オープンコースウェア何のために展開するのかということを、それぞれの大学が21世紀に生き残るためにあるいは発展していくために不可欠のいくつかの要素の一つなんだという認識を全学で共有するという、そこにかけるしか多分ないんだろうと思うんですね。その面からはまた別にそういうコンセンサスを学内に形成していくという面で、まあ、大変なことは大変なことですが、まあ、多分そこら辺にしか、まあ、解決策はないのかなという感じがしております。はい、早稲田大学の候補です。よろしくお願いします。コスト問題なんですけれども、外からの寄付金があまり期待できないという条件下では、まあ、学内で、資金を調達するしかないと。でそれは学内内部的には候補の一環であると。それはまあ大学の候補でもあるし、研究室レベルの候補でもあるし、研究者の研究成果の候補でもあるということで理由付けができると思いますね。それからもう一つは投資 W に出すこと自体がもう研究支援の一環なんだということで理由付けをするということがあると思います。まあ、特にですね、早稲田大学では OCW という以前に、シラバスレベルではもう全ての事業、何千とある事業をですね、シラバスレベルでオープンにするということをやってますんで、で現段階のシステムではですね、自分の事業は先生がですね、自分の事業の内容を学内のみに公開する、学外にも公開する、でさりげなく OCW にも公開するっていう3つの選択肢があって、ちょっとクリックを間違えるとですね、OCW に公開するになっちゃうんですね。そういうことで、それと知られないうちにですね、教育支援の一環としての OCW を既存の大学の教育のシステムの中に、組み入れるという形で、なるべくコスト問題がですね、公にならないようにうまく運用していこうかなというふうに考えています。まあ、もう5番目になると同じようなことを繰り返すとあれなんですが、まあ、同じような状況が大阪大学にもございます。で、まあ、先ほどから少し言ってますように、そのこれ単独でプロジェクトとしてするとそういうさまざまな問題が生じますので、一つはその全学の教員がですね、まあ、CMS とか LMS と呼ばれる、まあ全学のそういう整備に合わせて全学の教員が、コンテンツをですね、電子化するのを、まあ、サポートするということを始めまして、でそのまあ、そういうプロジェクトの一環の中のその中で、要するにコピーライトの、まあ、問題等を、まあ理解してもらって、でオリジナルの教材を上げてもらうと、それはそのままオープンコースウェアにですね、公開できるんじゃないかと。でそういうような道筋を考えつつ、そういう全学の e ラーニング基盤整備というプロジェクトを今運用しています。でその中で、まあ、現状の OCW のですね、いわゆる運用経費に相当するようなものはその中で少し入れてあると。もう額としては本当に、全体のプロジェクトの、まあ、ごくわずかなものを入れてあるわけですけど、そういう形でまず、当面はあと 1,2 年は大丈夫という状況を確保しまして、それと同時に今早稲田大学の話もありましたけども、まあ、これは一つの大阪大学の社会貢献である、あるいは広報活動であるということの認知度をこれから上げて、で
この程度の広報的な効果があるのだったらここまで、まあサポートできるだろうというコンセンサスを学内に作るという、まあ、作業がこれからあると考えております。そのためには実はそのいかにそのこうオープンコースウェアがですね、世の中の皆様役に立っているかというフィードバック、これはまあ、アクセス数でもありますし、あるいはその直接いろいろな声をですね、大学に寄せてもらうというものもあると思うんですけど、そういうエビデンスをこれから積み上げないとダメだと。でいかにそのエビデンスをですね、普通の人はウェブページをアクセスして、あ便利だなと思って見て帰ってしまうわけですけど、そこで何か一言残してもらう、足跡をつけてもらって、しかもそれ良かったらいいと、ね、ここ直せばた方がいいというんだ、そういうコメントをいただく、まあ、仕掛けをですね、何らかの方法でこうサイトにインプリメントしてですね、でそれで、まあ、何か言われたときにオープンコースウェアというのはやはりこういうふうに役に立っている、あるいはこういうコメントがたくさん寄せられているということを反論できる、まあ、反論できるとはおかしいですけど、そういうポジティブなエビデンスを、たくさん集めたいと思っております。どうもありがとうございます。それぞれの大学でですね、それぞれ工夫されて、なんとか続けていこうとい こうすごい強い意志が感じられてですね、大変嬉しいんですが、どこかもやみますというところあるかなと思ったんですが、そういうことはなくて、やはりこの活動を続けていこうと、何としてでも続けていこうとされている強い意志がいろんな工夫を生み出していると思いますが、何かフロアの方からですね、こういうことに対してもっと大学にこういうことを言えば、うまくお金出せるよとか、こういうふうなコストを考えたらどうですかとかいうような何かいいアイデアがありましたらですね、教えていただきたいんですけど、特に MIT の先生方から何かアドバイスがいただけると嬉しいなと思うんですがそうですか、これはやはり自分たちで努力しなきゃいけないというような話かとも思います。まあそういうことで、とりあえず何らかの形で大学に認知させという話と、やはり社会貢献であるという話ですね、それから大学のいろんな教務システムがいろいろありますけど、そのあたりとうまくリンクを取って、OCW 単独のプロジェクトとしてやるのはすごく難しいということなので、オープンコースウェアを大学内のいろんなシステムのくっつけて、うまく、それは e ラーニングのシステムもあるでしょうし、レポジトリなんかの情報発信するシステムでもあろうかと思いますが、そんなのとひっつけて大学のアクティビティの中にうまく組み込んでいくというのが、まあ、日本の大学としては一つの方向性かなというふうなことに思いますが、まあ、それぞれの大学の事情でですね、それぞれ頑張っていただけたらありがたいと思います。それで、次何かフロアの方、フロアで私ちょっとフロアの方に質問してもよろしいですか。申し訳ないです。フロアからもし質問ありましたら、ちょっと。ですね、実は一つ、このどういうターゲットオーディエンスか分からずに喋ってるのは少し心苦しいので、もしよろしければ日本の大学関係者の方は手を挙げていただきたいんですけれども、どれぐらいの割合？すごいですね。これは非常に心強いです。その中でじゃあ機会があればオープンコースウェアをやってみよう、あるいはこういうことをまあやるかもしれないから今日は見に来ましたという方。大学はどれぐらいございますでしょうか。いくつかございますね。ありがとうございます。そういう先生方が多いということで、苦労話もたくさんしてですね、始めるときは注意してくださいということも含めてディスカッションを続けたいと思いますが